きな映画は血行仮面。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルですね。というわけで、今日の動画、あっとその前にちょっと待って、いやなんでそんなとこにメガネかけてんのっていう、ね、ツッコミコメントがねすごい3件は来そうだなと思うので、あらかじめ言っておく、生きりたいんだよ。生きりたいんだよ。ここにかけといたらなんか生きれるって聞いてさ、かけてみたんだよ。というわけでですね、本題に入りましょう。最近ですね、まあ2020年入りまして、まあ、2020年の年末にはいよいよ PS5 が発売されるというところもあってか、あってかなくてか、あ、ちょっと待って、埃が飛んでる、埃が飛んでる。あってかなくてか知らずか、知らず知らずのうちになんですけれども、こんなコメントが最近多いです。今 PS4 買おうか悩んでいます。もうね、ほんとこういうコメント爆増、爆増しております。ね。月に1回は必ず来るね。大した増えてない。いやいや、すごいね、やっぱり多くなってきたなというような感じがします。確かに、ね、もう今年の年末に新型のゲーム機が発売されるとなれば、今現役で発売されてるそのゲーム機を買うのは戸惑ってしまうっていう、その気持ちはね、非常に分かるなっていう気がします。慎重になるのは非常にいいことだなと思います。でもね、買おうか悩んでますって聞いてくるっていうことは、背中押してほしいんでしょ、背中押してほしいんでしょ、分かった、任せておけ、俺がその背中を押してやる、グンと押してやる。ということでね、まあ僕に聞いたらそれはさ、買った方がいいっていうに決まってるじゃない。今現役バリバリで PS4 を楽しませていただいてるわけですから、そりゃ買おうぜとかってなっちゃうんだけど、いやちょっと待ってとね、とは言うものの、まあやっぱり2020年年末に PS5 が発売されるとなると、何でもかんでも買えばいいっていうもんではないと思いますので、ケース別、皆さんの悩みのケース別に PS4 今年買っちゃっていいかな悪いかなっていうのを、買ってもいいんじゃない、いや待った方がいいんじゃないっていう、そのケース別にちょっとですね、皆さんの背中を押していこうかなと思います。この動画はぜひですね、PS4 今まさに買うか買わないか悩んでる方に見ていただけると嬉しいな、なんていうふうに思っております。それでは行ってみましょう。ケース51、お金の問題。今の今まで、今日まで PS4 をね、買ってこなかった理由っていうのが、もしお金の問題であるというのであれば、いや、お金どうしようかな、やっぱ高いしな、もったいないしな、みたいに思うわけじゃないですか。安い買い物ではないわけですからね。まあ、そういうお金の問題で、今日まで購入を見送っていた方が、今まさに迷っている。どうしようかな、買おうかなって迷っているのであれば、これ悪いこと言わない。今すぐに買った方がいい。もうね。すぐにゲオに行こうよ。ね、あるいは Amazon のページをすぐにでも開きましょうというところですね。で、じゃあ次値下げがあった時に買いますっていうのは、できればそれもやめた方がいい、ね。次安くなるまで待ってから買いますじゃなくて、今買おう。今買いましょう。理由としては、次安くなるのがいつなるのかわからない。ね。これね、悔しい話かもしれませんよ。ね、年末年始に1万円引きやってた。まあ、ノーマルの PS4。500GB なら19,980円で買えた、そういうタイミングもあったけれども、ね、そのタイミングが次いつやってくるのかわからないわけですよ、ね、3ヶ月後か半年後かもわからない、ね、そんなのを、ね、待ってるうちに、ね、正直ね、ああまたやっぱり買うのどうしようかなとかってまた悩み始めちゃうんですよ、ね、で今買おうと思った瞬間に買うべきなんですよね。でじゃあその次半年後にね、値下げが来て、じゃあその半年間どうするの、もう半年後に買っちゃったら、ね、今ならまだ1年後に約1年後に PS5 が発売とかって言えるんだけど、半年後に買っちゃったら、半年後に PS5 発売って、なんかよりなんかちょっとね、損した気持ちになっちゃうんで、だったらね、さっさと買ってしまった方がいいに決まってる。まあ、お金大事にするっていうのはすごく大事だなと思うんですよ。ただ今ね、お金を大事にってお金ガッとこう握りしめるわけよね。その握りしめてるお金は、使わない限りただの紙切れでしかないんだよ。お金っていうのは、使用して何かと交換することで初めて価値が生まれるんだと。お金は僕を楽しませてはくれないんです。だけどこのお金で PS4 を買うことによって、 PS4 が僕を楽しませてくれるんです。別の何かに交換して初めてやっぱり意味があるのかな、お金はっていうふうに僕は思っております。あとね、もう一つね、大きいことがあって、さっさと買ってしまうことによって、あ、 PS4 買おうかどうしようかなっていうこの悩みが一個解決します。四六時中頭を悩ませてるこのゲーム機を買うか否かっていうこの悩みから、早急に解決される
っていうのもいいよね。悩みの数が1個減ると別のことを考えることができるのになるので、あなたの人生はより充実する。まあ次はどのゲーム遊ぼうかなってそういう悩みになるとは思うんだけどね。いや言っても今はまあまあ PS4 安くなってるからね、発売当初に比べるとね。じゃあね、 PS5 の発売があるからなって悩む方、 PS5 発売してすぐに買いますか？すぐに買いますか、ね、PS5 発売されたらまあまあ高いと思うよ。 5,6 万とかね、もっとするかもしれないね。まあ値段はまだわからないから、これはまあ全て憶測の話なんだけど、3万円なんてことはまずないと思うんですよ。まあ5万6万とかすると思うんですよね。なおかつじゃあ PS5 専用のゲームソフトがたくさんいきなりあるかって言われるとそれないわけですよね。だから結局発売されてもどうしようかな、待つと思うんだよねでどうせそれでそんなこと言ってまた買わなくなっちゃうんだったら今から楽しんじゃってもいいんじゃない。ケースその2、遊びたいゲームが定まっていない。いや遊びたいゲームがないのに PS4 を買おうかどうか迷うかい、なんてことあるって思うかもしれませんけど、わかるわわかるわ。僕もね昔ね、あのとにかくゲーム機が欲しかったみたいな理由でプレイステーションを買いました。ゲームソフトを買うお金はなかったので本体だけ買って友達にゲームソフトを借りましたね。でその時借りたのがねリッジレーサー。僕はあんまりねレースゲームとかすごい大好きやったわけではないんだけれども、借りて遊んだことによってものすごいがっつりハマったね。もうずっと延々遊んでたなっていう記憶があります。そうなんですよ、ゲーム機があることによってあの楽しみの幅がぐんと増えてくるんですよね。今日の退屈をワクワクに変えてくれる、これはねゲーム機のすごいところだななんていうふうに僕は思っております。なのでまあ遊びたいゲームが定まってないとはいうものの、ゲーム機を買うことによってもっといい悩みが出るんですよ。どのゲームを遊んでみようかなって言っていろいろ調べるのはとっても楽しかったりします。まあ、僕も毎月ねその月に発売されるゲーム紹介の動画なんかを作っておりますので、まあ新しいこれから出るゲームだけではなくて、過去に出てきた名作のゲームなんかもずっと紹介してますので、まあぜひね見ていただいて興味の湧くゲームあったらどんどん遊べばいいんじゃないかなと思いますし、まあ変な話2020年に発売されるゲームソフトだけでもすっげーたくさん楽しそうなのがあるんですよ。まあその辺もねまた別の動画見ていただければいいかなとは思うんですけれども、ね、今持ってなくて PS5 まで待つっていうのであれば1年間今年1年出るゲーム全部スルーすることになるんだよ。それもったいないよね。 PS4 にはねこんなにたくさんのゲームソフト、ちょっと待って待って待って、違うなんか今変なの見えましたね、こんなのがねいっぱいあるよね。プレイステーション4にはプレイステーションヒッツもしくはバリューセレクションという名目で過去の名作がめちゃくちゃ安くなって販売されてるゲームソフトがたくさんあるので、そこから選ぶだけでもいいかもしれないですよね。ケース3、他のゲーム機で遊んでます。任天堂スイッチの場合ねだったら PS4 をね今すぐ慌てて買う必要はありませんありません。ただしもしもあなたがですねより綺麗なグラフィックとかより映画のような凄みのあるゲームに興味があるっていうのであれば話は別です。プレステ4で人気が高くってなおかつ評価の高いゲームっていうのはほとんどのゲームが大人っぽいゲームのような作りになっていることが多いです。それらのゲームはまあ任天堂スイッチではあまり遊べないものの方が多かったりもしますので、もちろん任天堂スイッチ素晴らしいゲーム機で、いいゲームたくさんありますが、それだけで1年間持たせること十分にできますけれども、ちょっと趣を変えたいなっていうのであれば PS4 購入するのも十分にありかもしれません。パソコンでゲームを遊んでいる場合、パソコンでゲームを遊んでいる方にですね、私から言えることなんて何一つございませんもうそういった方はご自身で最適な回答を出してよりクオリティの高いものをご自身で選んでいってっていうことがすでにできている方なので、特に言うことはありません。逆に俺に何か教えてくれ。まあそんな感じでね、まあ、すでに他のゲーム機で遊んでてなんとなく PS4 欲しいかもなみたいな感じの人は慌てて買う必要はないです。それこそ PS5 を待ってでもいいかもしれません。 PS5 には介護感の性能があるということなので PS4 のゲームソフトもうまくいけば遊べるはずなんです。なので PS5 1台パンって買ってしまえば過去の名作の PS4 のゲームたちもその都度遊べる可能性が非常に高い
まあ可能性っていうか、まあそうなるはずなんだよ、現段階で発表されてるものでは。まあそれからでも、まあ特に遅くはないっちゃないです。もちろん今すぐ PS4 のゲームソフトで遊びたいのがあるっていうのであれば、1年間っていう時間を無駄にせずにね、使うには今からすでに始めた方がいいので、その場合は購入してもいいかもしれませんよね。ケース4、遊びたいゲームがある。遊びたいゲームはあるんだけど、なんか不安になるね、いざ遊んだら楽しくなかったらどうしようかな、気になってたゲームが、そのためだけにゲーム機買うのってなんか不安だよなっていうね。それで分かりますね、すごくね。まあでもね、安心してほしいです、ね、もしも今気になってるゲームは実際遊んでみて楽しかったらそれはそれでいいんだけど、あんまり楽しくなかった、うわーって思っても大丈夫。 PS4 には山ほどゲームがたくさんあります。それ以外のゲームでまた気になるゲームを探せばいいですよ。気になってるゲームが楽しいか楽しくないか、それを決めるのはネット上のどこの誰だかわからない人のレビューや意見などではなくて、実際に自分で遊んでみてそのゲームが楽しいか楽しくないかを自分で決めるのがいいんじゃないかなと思います。今買って今遊べば楽しいか楽しくないかは今すぐわかる。このケースに関してはね、 PS5 待つ意味がほとんどないんでね、PS5 で、まあ、発売されるゲームもまだ発表されてないわけですしね、どんなゲームが出るかもわからないのにそれ待っててもしゃあないわけじゃないですかね。さっさと遊んでしまおうよね。ゲームってね、待てば待つほどどんどん新しいのが出てくるからね。新しいのが出てきたら出てくるほど遊ぶための時間っていうのがやっぱり確保するために必要になってくるから、なら今からその時間をね使っていくとよりいい経験ができるんじゃないかなと思います。というわけでね、いくつかのケース別に分けて皆さんの背中を押してきました。まあ押さなかった場合もありましたけれどもね、まあいずれのケースもですね、まあ、お金を使うか使わないか、行動を起こすか起こさないかの選択でしかないんですよね。今悩んでる最大の理由が、まあ、2020年 PS5 が発売されるということであるのであれば、一度考えてみてほしい。 PS5 が発売されて、まあまだまだ値段も高くてゲームソフトもそんなに多くない PS5 をすぐに購入するのかどうか、また1年また半年待つのかな。きっと今の今まで PS4 を購入してこなかったように PS5 もなんだかんだで見送ってしまうのではないでしょうか。もちろん物事を慎重に選ぶということはいいことだと思います。慎重に慎重を重ねた結果、今 PS4 を買ってもまあいいんじゃないですかね。で、PS4 で楽しいゲームを遊んで今よりももっともっとゲームを好きになった時、是が非でも PS5 が欲しくなる。そのサイクルはとても充実してますし、人生を豊かにしてると僕は信じております。自分のことを楽しくしてくれること、嬉しくしてくれることっていうのは黙っていても降ってきたりやってきたりしないんですよね。自分が何か行動を起こしたり自分の大事なものを削ったりした時に初めて手に入れることができます。人生のいろんな場面でそうであるように、きっと今回のゲーム機を購入するかしないかというケースも、勇気ある決断を下すことができた人にだけ明るくて楽しい未来が待ってくるのではないかなと僕は思っています。よって買っちゃおう買っちゃおう。買った瞬間仲間だ。いや、まあまあまあ言ってもあれだ、ゲーム好きな時点で PS4 持ってる持ってないにかかわらず俺たちは仲間だ、ね、仲間だということでね、ぜひ、気になってる方背中押してみました。決断してみてはいかがでしょうか。よし、 PS4 買おうっていう方はぜひコメントしてください誰もコメントしてくれなかったらどうしよう、まあ、そういうこともあるよねということでね、皆さん楽しいゲームライフをぜひ送ってみてください。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。あのね、 PS4 をねおすすめするとかね、今買うかどうかみたいなね動画ってね、今回作るの3回目ですね。はい、これで最後になると思います。